どうもこちトモです今日はですねエルヴィン・オーラフっていうオランダ出身の写真家について触れたいんですけども、えー、単純に紹介というよりはですねあの昨日亡くなってしまったということで去年64歳まだね現役頑張れたような年の方だったんですよねちょうどアンシーンっていうフォトフェアがね今日からスタートなんですよ で僕、その安心で去年の安心、ちょうど丸1年前、サイン会やってたんですよね、そこでね、彼のサインもらったりしてきて、だから、今年もなんか、何かしらのね、イベント出るのかなと思っていたら、えー、そういった訃報が届いてしまったということでですね、あのまあ、そういった機会に紹介するのもどうかとは。 思ったんですけど日本ではそんなに知られてる写真家ではなくてあのオランダでずっと活躍してた活動してきた人なのでとはいえねちょうど2年前、えー、と京都グラフィーで取り上げられたんですよね京都グラフィーの特別展でねエルヴィン・ e. オラフの展示ありましたなので京都グラフィー行った人はもしかしたら彼の作品見たかもしれませんねいやほんとね、まあ、突然のニュースといったら まあそれまでなんですけどでも彼はちょっと肺をずっっとと悪くしていたってたことでねもう20年近くねね闘病してたんでですよ、ね、でも去年ねこの本を出して「ダンス・イン・クローズ・アップ」っていうねちょっと表紙の写真をちょっと見るとねちょっとあの一般的なねあのそれこそオンラインからの目で見るとあれっていう風にね思うような葛藤なんですけどもねでもこれもねダンスをね一つテーマにした作品で師匠がね ハンン・ンス・ファンマネンっていう人なんですよねダンサーでもありあとは舞台監督って感じですねダンスの振り付けとかをしている人で今9何歳なんですけどねまだ元気なんですよねだから去年この本マネンが振り付けたダンスをですねカメラの前エルミオーラフのカメラの前で披露させて、えー、撮るっていうねいわば2人のコラボレーションって形で作られたそういう本なのでちょうど2人の、ね、サイン会あったんですよ 2人が来てててていいる場でで書書もらっったサインなんすすよねね年って書いてあります、ね、2022年だからねマネンさんまだ元気なんで結構やっぱりきついでしょうねそのお弟子さんというか自分より何十歳も若い人が亡くなってしまったまあ病気が原因ですけどね、うん、である程度はもう予期されていたことかもしれなかったけれどもでもね改めて亡くなってみるとその喪失感というかね エルミィン・オーラフ亡くなったかというねすごく悲しいですねそういった点で僕この人の写真は2000年頃から知ってて「ブラッドロイヤル」だっけな。 ちょっと写真はね、あのきつめなんで YouTube で載せられないような写真なんで出せないんですけど皇族、まあ、をテーマにしつつ、えー、彼らがね、自傷というかね自傷行為をしている血を流しているそういうふうな写真なんですよね、まあ、意味深ではあるんだけどもそういうふうな作品、えー、結構ね、どっちかと言ったらスキャンダル寄りというかねあの衝撃の強い写真を撮る人で、うん、だこれもね、ダンス撮ってるんだけども結構セクシャルなカットが多いですよね。うん この振り付けをしたマネンさんもエルヴィンオーラフもどちらとも LGBTQ コミュニティで活躍、なんて言ったらそのシーンを盛り上げてきた二人でもあったので、まあそういった視点もねあの写真の中に入ってるんですよね。一元的にねそのセクシャルなもこととかバイオレンスっていうのはもうその文字通り。 にしかもう伝わらない時代ですけども、そこに込められる中、人間らしさというかね。この辺はね。言葉で説明すると、どうしても薄っぺらくなってしまいますけどね。うんでもかつてそういうものがあったわけじゃないですか。やっぱそういうのに結構突き動かされた写真、家の一人だったんですよね。僕すごい好きで。日本にいた頃からね。あの好きだったんだけども、写真集がね。手に入らない。そういう風うな人だったんで、なかなかね。本ではね。見ることできなかったけども、オランダに来てね。ようやく手に入ったんですね。 この作品がね僕一番衝撃的で「チェスメン」っていう、ね、タイトルでエル,エルウィン・オーラフ日本だとアーヴィン・オーラフって言われがちですけどここオランダだとエルウィン・オーラフっていう風にね読むんじゃないかと思うんですけどもこの本はね結構昔の本で昔から探してたんですけどね、はい、88年の本なんですよ1988年の本、ね、もうざっと40年35年前かそういう本なんですね ね、これがねずっと好きで、ね、だからこれも一緒に去年持ってってサイン入れてもらったんですよ、ね、だからもう本当に最後の機会でしたね本人に書いてもらうっていうね嬉しかったですね。 どこから来たんだってね、彼がすごい、やっぱアジア人の僕がこうやって本3冊もね、持ってきたら、えこいつはどこから来たんだってなるんだけども、僕、オランダに住んでんだけどもね、でも、日本から来ましたって,言っ,て言って言っちゃいましたけどもね、はい、これね、ちょっとあんまりカット全部はお見せできない、そういう風な写真なんですけどもね、あのセクシュアルなイメージが多いですし、えー、どことなくね、背徳感のある、何か魔術、ちょっとこれね、完全に見せられない写真ばっかりなんですよね、この人の本はね。うん なんでちょっとモザイク入れつつになっちゃいますけどもなんか魔術的な感じとかね中性的なイメージそれがすごいモノクロに合ってるなというふうなね写真なんですけどもまあ要するにチェスの駒ですよねここに置けるこれ何なのか分かんないけど僕チェスとか知らないですけどもチェスの駒をえ擬人化したらどうなるかっていうねはい擬人系ですね日本の人大好きですねこのね <laughs>。 物を人に置き換えたらどうなるかっていうのはねでそこにおけるその人物像がものすごくねあの力強くてセクシュアルなんですよね <laughs> これはねあのあれですよウィトキン先生ですねウィトキンからね結構やっぱこの時期影響を受けてたっていうことだったと思うんですよインタビューで確かねそういうふうに書いてたと思うんですけども、えー、作風がやっぱ似てますでしょう。ね、あのウィトキンあの人物とか、まあ、いろんなね この人死体とかもね撮っちゃう人なんですけどもそこからねなんか幻想的な世界をね描くってところでこの人もねやっぱりなんていうかなあの衝撃的な写真を撮る人なんですけどもやっぱ惹かれるんですよね僕こういう死の香りというかねジョエル・ピーター・ウィトキンっていうねアメリカの写真家ですけどもこの人まだ現役なんですよね現役っていうかまだご存命ということでね生きてるんですねウィトキンね。かか昔の写真家かと思いきや ね、すごい世界観でしょでこの「ウィト・キン」の世界に何かやはり触発されて、えー、撮られたのがこの「チェスメン」っていうことだと思うんですけどもね。かと思いきやねこういったテイストもありつつこの人ねこんな感じで皇族も撮ってるんですよ皇族っていうか国王ですね国王ファミリーのポートレートも撮ってるんですね。 <laughs> あの何て言うかなそれこそさっき見せた、ね、さっき見たロイヤルのねテーマにしたでも「血みどろのロイヤル」っていうのを撮りながらもねちゃんとその 本家というかね本物も撮らせてもらってるんですよね。この辺がねちゃんと通用するっていうのがオランダっぽいですね。日本だったらそんなのやってる人にね天皇の写真を撮らせるなんてことはなんないと思うんですけども、えー、そういうのねやっぱ大丈夫なんですよね。やっぱそのクリエイティブな発想と、えー、なんていうかなその仕事としてのね写真家としての腕っていうのはねまた別なところでちゃんと両立するんですよね。だからこれとか多分切手ですよね家族の。家族の切手になっちゃってるとかね。うんそんな感じで。えー オランダではね、国王を撮るっていうのは結構写真家やらせてもらうんですけども,もうそれはもうあのそこまで行ったらねもう本当に国に認められた写真家っていうことですねそういうふうな大御所ですねもはやね、まあ、60代まだまだ、ね、若い人でしたけども本当にオランダを代表する写真家の一人でしただ写真家っていうのはね仕事と作品どっちもねやれる ね、そういうふうなものなわけですよね。それはやっぱオランダではすごくあのあって、やっぱもうそれこそね、16世紀からのね、あのもう黄金期からのペインティングっていうものがやっぱ伝統的にありますよね。だから肖像画を残すっていうことがやっぱり一定の需要があるね、そういうふうな場において。 絵の代わりに写真が補ってきたっていうことがすごく大きくあったわけですよね。だからさっきのような王様の写真も撮りつつ、でもこういったね振り切った作品も撮ってたそういう人なんですよね。うん。だやっぱセクシャルなものとか。 なかバイオレンスというかねそういうもの、うん、だ今の時代やっぱオンラインはね本当に一元的になっちゃってもう言葉が言葉通りにしか伝わらなくなっているそういうことがすごく言えると思うんですけどもだからといってねあの別にバイオレンス暴力を肯定するってことではもないんだけどもやっぱなんか動物として持ってるものをですねやっぱそういうものからなんか、うん、難しいですね今の時代こういうのは本当に伝わらなくなったから、うん、言葉選びが本当に難しいですけどもやっぱそういうものに写真家っていうものはやっぱ結構突き動かされ 部分あると思うんですよね別になんか暴力が好きってことでもなくて人間らしさってところがやっぱりあるわけじゃないですかあまあ伝わんない人には伝わんないのでもうこの辺にしときましょう、はいだね、そんな感じでねこの最後ほぼ最終作になったこの「ダンス・イン・クローズ・アップね」ねこれ去年出版されてでエルヴィン・オーラフとハンス・ファン・マネン、ね、師匠の名前が入っているそういうふうな本なんですよねで僕ちょうど去年ねこれも手に入れたんですよ これがおそらく彼のエルヴィン・オーラフの一番最初の本だと思います。さっきの「チェスメン」が88年でしょこれ85年に出てるんですよね。85年に出た本。で、この本でもやはりエルヴィン・オーラフ、まあエルヴィン・オーラフの本だからそうなんだけどもね、うん、なんだけども、ちゃんとね、序文をね、ほら、ハンス・ファン・マネン先生がね、 書いてるんですよねこれサインも入れてまいりました2人のサインね貴重なサイン入れていただいたんですけどもイントロダクションをマネン先生がですね書いていて、えー、このねエリヴィン・オーラフの写真の魅力 まだ当時誰も知ららないい新人写真家とうことですからね、うん、でやっぱりここでも触れているのは彼はねとても誠実な写真家で、えー、そのね誠実さとかこの写真に写る人々がどんな意味を持っているのか、うん、それがちゃんと世の中に伝わるかどうかっていうことがいつも少し心配ですということをマネンさんは取り上げていてでも彼は常にアイディアっていうものはあくまでも二次的なものであって、えー、それをね徹底してたと。 したがってモデルをオブジェクトとして使用することは決してなかったってこと言ってるんですよわかりますか自分のアイディアがあって写真を撮るってことはあるんだけどもねそのためにその被写体をオブジェクト つまり写真というのは何かその世の中にあるものを人、えー、物としてね写さなければ現れないわけですよね何か,か自分の考えというのを写真に表す時、うん、どこか、えー、その人々をですね、えーまあ、利用するっていう形で、えー、写真が生まれるわけだけどもだからといってそのオブジェクトとして彼らを自分が描きたいもののために使うんではなくてあくまでもその人たちを撮ることの意味っていうことを大切にしてたっていうことをですねマネン先生は言ってるんですね。そこまでで見抜いてるんですよ もう本当に最初の時代ですよ彼がねあの現れたねそういうふうな、えー、やっぱりことをねやっぱ先見の命があるっていうことを言ったあれだけども,でもそういうものを感じさせる誠実さが、えー、あったわけですね。<laughs> そのそれで、ね、初めてこれで、えー、この状況でエルビン・オーラフ見る人にとっては、ね、ちょっとねえっこれで誠実的なのかっていうねあの 思っちゃう写真もちょっと多々あるので、<laughs> それはね、やっぱ写真伝わらなさですね。うん、写真ってのは表面しか伝わりませんから、撮ってる人の気持ちだっていうのはね、全く伝わらないですよね。全くではないんだけども、よく誤解される、誤読されがちなメディアなわけですよね。うん。でもやっぱそこの余白がやっぱり写真の面白さなんで、そういうことをね楽しんでた人だと思うんですけどね。これほら、マネン先生ですね。うん。 マネンが椅子に座っててカメラを向いてんだけどもその足元を見ると、まあ、ものすごいフェミニンなねハイヒールを履きながらねこの足のくねっていうこの曲げ方がねすごくフェミニンですよね生まれ持った性としての男性性だけではない人間の複雑さっていうのをねすごく表してる一枚ですごい好きですねこの写真でやっぱこういう最初の本っていうのはやっぱりその人らしさがねやっぱり現れますねこれパーーーティーシーンですけどね ドラッグクイーンとかが結構入ってたりとかで LGBTQ コミュニティにもう本当にまあ本当に僕オランダに今5年目かあのいつかね会いたいなと思ってたんですけどもね去年ね何でか知んないけどもそういう機会が結構あって。 普通あんまり行かないんですよね、サイン会とかね。だから、これもね偶然だったのかな、展示やってて、そしたら彼のサイン会、なんか人がすごいいっぱい来るから、なんだと思ったら、サイン会ってことはね、マジかみたいなね、だから本その場で買ってサインしてもらったりとかね。はいうん あの最後の最後で会えてよかったなっていうすごく思いますオランダといえばエルニオーラフやっぱ僕一番好きな写真家ですからこれセルフポートレートってことですね若き日の彼ですねあいい写真だよね京都グラフィーでねこの作品展示してましたねウェブメディアの記事で書きましたけどもね オランダから抜けてねあのドイツとかで取ったんだっけなとにかくオランダっていうのはあの大自然を味わう場っていうのが本当にないんですよねもう低い土地っていうぐらい、えー、山がほとんどないしもう1個か2個ぐらい、うん、もうひたすらね地平線が続いているそういうふうな場所なんですけども、えー、だから彼はねこの時、えー、大自然ってものはやっぱり自分は知らなかったんだということを言ってて大自然と向き合った時に。 ものすごい迫力があるわけじゃないですか。そのね、山だったりこの滝とかね。で、そこに僕らは圧倒されるんだけども、むしろあっち側は僕たちに対して無関心だっていうことを感じたってことを言ってました。うん、自然が、えー、そのあまりの脅威、えー、強大さ、によってですね。えー、僕たちなんて見えてないんだよと、ね、僕たちからすると自然っていうのはすごく、ね、あのー、目に入るものなんだけども、彼らは無関心だ。 ということをつ、ね、って,てねその無関心さっていうのを結構すごく僕はなんか影響を受けた部分ありました自然の無関心さこれを撮ってた時もうすでにねもう鼻にねチューブつけてたりしてましたねもう肺が弱ってたからもうね撮影も大自然の中ですからね、うん、恋人が付き添って撮影の現場ねドキュメンタリー映像ね確か YouTube 載ってるんでこのリンク貼っときますけどもね、うん、だからもう相当先はもう長くないっていうことはねご自身ではね多分 理解してたんじゃなないかなとは思いますねということでねあの昨日9月20日に亡くなったということで、えー、大変ね残念ですけども日本ではなかなか見る機会がない写真家でもあるのでこういった機会でねあの紹介してみました。オランダの写真家では 去年か一昨年にポール・ブランカーっていう人も亡くなってしまってその人も僕すごい好きな写真家なんでだから2人立て続けてね亡くなってしまったっていう感じでね、まあ、エルミィン・オーラフ亡きあとそのアーカイブがどういうふうに伝わっていくのかっていうことも、ね、見ていきたいですし、うん、彼の功績っていうのは大きかったなっていうことも感じます。ということで今回はねエルミィン・オーラフを紹介しました。 この機会ぜひね皆さんも調べていただければというふうに思いますということで今回もご視聴ありがとうございましたまたね次の動画でお会いしましょうそれではまた